約束守ってくれたんですって師匠。やめろ。お前のスーパーサイヤ人3になる特訓付き合えよ。今からですか。礼は言わねえからな兄弟。最後にまた会いたいと言った。だが過去に囚われて生きてきただけの俺には誰かとつながりを持つことなどできない。ジレン、お前はそんな臆病な奴だったのか。最後の戦いでお前は俺たちの期待に応えようとしただろう。お前が再び立ち上がったあの時、俺たちとお前との間に初めてつながりができたんじゃないのか。トッポ、次に奴らに会うときはもう負けたりはしない。ああ、次は勝つ。また会おう、孫悟空。一緒に世界を回るんだって言ってたじゃないか。大丈夫さ、いくつもの宇宙を救ったんだ。仕事と家族サービスの両立くらい自力でやってみせるさ。ハンガトな17号、お前らといたせいかな。うん、ますます似てきたかもなあんたたち。用が済んだならん、さっさと私を地獄に戻していただけませんかね。でもおめえまだ時間は残ってんだろ。みんな幸せのハッピーエンドなんて私には地獄と大差ありませんよ。ならばいっそフリーザさんもハッピーになられてはいかがですか。はい、はい、おっ、消えた。生き返ったってことか。ビルス様からのプレゼントです。最後はなかなかのファインプレーだったとのことですよ。いいんですか。私は悪事をやめるつもりはありませんよ。そん時はオラが倒すさ。さてどうなりますかね。